東流潜水艦引き渡しが行われ、これで双流型潜水艦12隻すべてが収益となる。大芸型潜水艦も5隻となり、海底での日本領海内を防衛してくれる。海底では見えないことをいいことに、中国がいろいろと仕掛けていることはご存知だろう。世界屈指の静粛性にはかなわない。最強の潜水艦を詳しく見ていきますね。中国もあと20年は追いつけない。今のうちに日米大クワッドプラスで牽制を強化したい。海上自衛隊の最新鋭潜水艦翁竜は、双流型潜水艦の11番艦として2020年3月5日に就役し、呉基地に配備され、第1潜水隊群第3潜水隊に編入された。双流型潜水艦は2020年3月現在偽装中で、間もなく就役予定の12番艦東流で計画の12隻が揃う。この翁竜、東流の2隻がそれまでの双流型10隻と異なる点は、双流型の機関がディーゼルスターリングエレクトリック方式であったのが、電池を鉛電池からリチウム電池に変更してスターリング機関を廃止して、世界に先駆けてディーゼルエレクトリック方式を採用したことにある。スターリング機関とは、原子力推進ではない通常型潜水艦における AIP 非待機依存推進エアインディペンデントプロパルションの一つで、それが登場するまでの通常型潜水艦では、潜航中に使用する蓄電池に定期的に充電する必要があり、発電をするディーゼル機関を回すために浮上航行をするか、シュノーケリング航行を行っていたものを長期間潜航したまま活動できるようにしたシステムの総称である。スターリング機関はディーゼル燃料と液体酸素を使い、ガス化した燃料が入ったシリンダーを加熱や冷却することによって、ガスの体積が膨張、縮小させて運動エネルギーを得るシステムであるが、欠点としては出力が小さいために、潜航中の主動力である鉛蓄電池の補助動力としての運用に限られることや、機関全体が圧力容器となるために重量がかさみ高出力を得ようと大きさが増してしまうことにあった。そのため防衛省技術研究本部では、1997年度から次世代潜水艦用蓄電池としてリチウムイオン蓄電池の開発を進めていた。リチウムイオン蓄電池は鉛蓄電池と比べて水素ガスが発生する。危険がないこと、同じ容積重量で2倍以上のエネルギー密度があること、密流放電回数が 1.5 倍以上と寿命が長いこと、充電に要する時間が短時間で済むことなど、潜水艦に搭載するにあたり多くの利点がある。また鉛蓄充電池では完全充電近くにあると充電量が落ちることから、潜水艦での作戦活動中に満充電できなかったが、リチウムイオン蓄電池ではそのような制約がなくなった。それらのことから、翁竜、東流は他の双流型より行動半径が広がり、潜航時間がより長くなって、水中での活動時間が大幅に伸ばされたのである。また、スターリング機関の廃止によって
器官から発生する騒音がなくなったことで、それまでも低振動で静寂性に優れた潜水艦として世界から評価を得ていた双竜型よりさらに優れた静寂性が実現され、潜水艦としてのステルス性が大幅に向上している。海上自衛隊は双竜でのリチウムイオン蓄電池の成功を受けて、その性能を最大限に活用するように設計された次世代潜水艦として大鯨型の建造を開始しており、ネームシップの大鯨が2020年10月に進水して2022年3月竣工の予定であるほか、2番艦と3番艦が建造中である。なお、リチウムイオン蓄電池を搭載した潜水艦はスターリング機関を搭載した双竜型と比べると軸出力は8000馬力から5600馬力となり、水中における瞬発的な最大出力は低下しているが、その代わりに持続的な出力を発揮できることに、斜里町時間の高速潜航が可能となっている。このように日本の新鋭通常型潜水艦の性能は世界中を見ても明らかに優れていて、それは世界中が認めているのだが、そのことを裏付けるかのようなニュースがある。2018年9月に防衛省が海上自衛隊の護衛艦加賀、稲妻、鈴月と潜水艦黒潮が南シナ海において長期間の潜水艦探知訓練を実施して、ベトナムのカムラン湾に寄港したと発表した。そのことを受けた当時の小野寺防衛大臣が、南シナ海に潜水艦を派遣しての訓練は15年以上も前から実施されていると述べたことで、世界中が日本の通常型潜水艦の行動域の広さに注目したのだ。また、このニュースにはもう一つの側面があって、さらに防衛大臣が今回の訓練は単に戦術技量の向上を図るものであって、特定の国を念頭においての行動ではないとして、中国への牽制ではないと否定したのであるが、アメリカと中国との対立が深まっていたタイミングから見て、日本がアメリカと歩調を合わせて中国を牽制したと見る向きは多い。通常であれば公表されることがない潜水艦の作戦行動をあえて発表したのは、中国が黒潮の南シナ海での行動を把握できていなかったことを示唆する何かが訓練中にあって、その事実を表明することで中国に衝撃を与え、南シナ海で自由に行動ができると牽制したというのである。黒潮は親潮型の7番艦で、2004年に竣工したいわば旧型潜水艦である。その黒潮が例えば、中国が領有を主張して軍事施設の建設と進めている南沙諸島などの領海内に侵入したとして、そのことに対する中国軍からのリアクションがなかったとすれば、中国軍の哨戒能力の低さを思い知らせることができ、ステルス性が向上している新鋭潜水艦双竜型の探知は不可能であるとして、南シナ海での中国海軍の動きを牽制できることになるのだ。また、最近、東シナ海の尖閣諸島付近で、中国海軍の潜水艦が
中国国旗を掲げて浮上航行したことがあった。故障で浮上したとの見方がある一方で、領海に侵入した中国潜水艦を海上自衛隊の哨戒機が捕捉して警告を発したというよりは、近くに日本の潜水艦が潜んでいて、中国潜水艦に気づかれることなくフィンガーを撃つなどして警告を発したため、仕方なく浮上した可能性があるとの見方がある。日本近海においては、中国だけでなくロシアや北朝鮮の潜水艦なども活動していて、それらを牽制するためにも、日本の潜水艦哨戒能力と保有潜水艦の性能の優位性を誇示する必要がある。海上自衛隊においては、出雲、加賀の空母化などにより、日本海、東シナ海、南シナ海などでのこれまでの戦略を練り直していて、その中にリチウムイオン蓄電池を搭載した長時間、長距離潜航が可能で、ステルス性の高い潜水艦を組み込もうとしている。それらの海域の各所において、常に日本の高性能な潜水艦が潜んでいるとなれば、中国などの水上艦艇の活動が制限を受けることになり、またそれを排除しようとすれば、戦力を分散することにもつながるため、数で優位に立つ中国海軍への対抗戦略として正解と言えるだろう。優れたステルス戦闘機や空母などは、前に見える抑止力となるが、潜水艦は、まさに、潜在的抑止力としてこの先さらに重要性を増していくだろうと思われる。